はいどうも皆さんこんにちは、ホムドレです。というわけで実況パワフルプレイ級9パワフル高校編やっていきましょう。でまず、地方大会を2回ですね勝利したということで、ついにラスボスであるですね猪狩大附属高校と戦うことになりますね。これは、ジェットコースターですね。ナイス、素晴らしい。まあコールドで勝ってあげるよ。さすが猪狩。ああこっちも猪狩だ。猪狩2人いるとややこしいですね。さあ行きましょう、暁大附属高校。ここがねなかなか問題。しかも今の時期だと2年生もいるんで、とんでもなく強い。いいぞ、ゼフ長。うん、ほら、ここら辺、七井、四条、三本松、五十嵐、八島、つくも、六本木、二宮、で、猪狩と。で、進むもいますね、地味に。うん、ここら辺がやばい、本当に。しかも、この、なんていうの、ブルンブルン震えるんですよね。あー、ちくしょう。でも、基本的には、急速狙いで。よいしょ、それはもらった。危ねえ、ヤシマが。ヤシマね、足が速いんで。今の、でもな、ホームランいけたよな。ちょ、安定のボコボコなんだけど。ボールか。あー、打てたな。おー、危ねえ。二宮と碇がバッテリーですかね、この時は。ああ、マジかよ。ああ、やらかした。くそ、早急2のくせに。いや、ちょ、待って、こんなボコボコになる。ああ、しかもボールか。ゼフ長の碇からもう点数取れなかったら、もう一生点数取れないですけど。おお、ボール。コインの狩り。スライダー。ああ、マジか。くそー。オートだったら出てた。え、ちょ待って、なんでこんなボコボコ。強いな。暁こんな強かったっけ。あ、なんか強えな、この暁。まあ、敵で出るとね、若干強くなるんですけど、結構強いですね、普通に。あー、マジか。あちゃー、六本木。で、負けと。いやー、やっぱ暁には勝てないなー。なかなか強いですね。おしりりー。これを自分がキャプテンの時に、まあ、勝てるかどうかで、まあ、プレイヤーセンスが問われると。で、尾崎先輩引退と。まあ、キャプテンは引き受けましょう。この頃のパワープロは基本的にはもう全部キャプテンは受け入れる感じですね。で、合宿と。で、8月ですね。あ、やべえ、8月だったのに。やらかした。あちゃー、もったいねえな。練習効率いいのにな。きそ。走塁かな。つぶらやとも友情組みたいですしね。メンタル。で、筋力、守備。まあ、守備でいいかな、これは。で、矢部君と練習と。で、飯を食うと。お、猪狩、やりましょう。お、ナイス。くそくそくそ。で、練習だ、練習と。これ、なんで疲れ取れんだろうな。技術がちょっとなくなるんで。あー、まあ、いっか。えい。
はい。で、決め玉だと。簡単に生み出せるもんじゃないなと。昔、漫画で体中の筋肉をバネにして力を止めて一気に解放するっていうのがありますよ。その力を、指先に集中させてボールに伝達させると。もうそれはすでにやっている。体の細胞全てをバネに見立てて力を止めて一気に解放し、その力をリリースする指先に集める。これはどうでしょうかと。で、やってみよう。さらに筋肉をバネのようにし、一気にその力を解放する。で、これが、僕の決め球、ライジングイノカリショットですね。頂点に立つぞ。で、怒り守が、ライジングショットをマスターしたと。あ、出た、スローガンですね。スローガンを決めてくれと。で、練習はですね、スピード&スピードでいいかな。で、これでスピードの練習に来るようになると。なので、総力練習に来るのかな、基本的には。まあ、守備とか総力か。で、打撃には来づらいと。で、まあ、家に帰りましょう。そうか。まあ、守備かな。筋力もでも欲しいですね。あ、そっか、試合か。もう、試合か。早いな。うん、頑張ろうと。で、デートしたいですね。どこにしようかな。9月4週なんで、映画館いいのあったかな。あ、いいですね、映画館。映画館行きましょう。映画。で、今回見るのは、ラブローズですね。ラブローズラブ。うん、素晴らしい。で、秋の大会ですね。で、バス停前と。で、パープル9はですね、なんとですね、7回から操作をしなければいけないというですね、まあ、地獄のように長い時間を過ごすと。あ、4番なんだけど。おお、さすが。てか、弱えな。パワフル高校弱いな。ショート2人。まあいいや、行きましょう。まさかのショート2人だったな。うん。で、バス停前高校はもう、あれ、あ、そっか。おお、ボール。そうですね、そういえばパワフル高校は全員操作なかったか。うん、いいね。あ、じゃあやりやすいですね、試合が。まあ、優勝はしづらいですけど。ナイス。スリーベースはでかい。バス停前に負けるのはさすがに勘弁してほしいな。うわ、ちょ待って、合わせづらい。あー、どうだな、これはダメかな。あ、マジか、ヒットかこれ。あー、ちょっと無理かなこれ。あ、そっち投げる。地味にヒット。バス停前なんで三塁まで走りましょう。なんて読むんだ、徳山。よし、いいね。走れ。まあ、三塁までは。おお、危ねえ、ギリ。で、暁だとね、ちょっと試合が長引くんでね、カットしようか迷いますね。正直カットしてもいいんだけどな。で、5対2で勝利と。まあでもやっぱりせっかくなんで全部見せた方がいいかな。でも長いんですよね、試合、本当に。
絶望的に長いんで迷いどころですね。やばい、今日任せた。でこれで勝てば1000マルをもらえると。まあ低確率ですけど、めちゃめちゃ低いです確率は。さあ行きましょう。ブロードバンドハイスクールですね。なんとスイッチでは持っている携帯がスマホになったというですね、伝説の高校ブロードバンドハイスクールですね。でパワフル高校はね、なんといってもパワープロないんで、まあ一番熱いシナリオ。あーやば、これダメだ。で中島ってのがこういう選手ですね。こいつから打てないのはまずいぞ。あーちくしょ、あーまあヒットか。うん、もうホームラン狙いたいですね中島からは。よし、やっぱ実況入ってないとでも寂しいですよね。いいね。うん、ててててよし、曲がいいんだまた、パワープロの試合曲はいいですね。2対0。うん、でおお、つぶらいるね。で猪狩ですね、まあ、ここで勝ちたいですよね。ここで勝てれば本当に儲けもん。うーん、そうだな、まあ4番でいっか。1番で打席多くしてまあ挑むっていうのも一つの手なんですけど、うーん、まあいいかと。そうですね、ミート打ちでいきましょうかね。よしよし、まあもうヒットを重ねていくしかない。で先輩たちが引退してるんで暁はここで、まあ、勝機があると。勝機があるなら、うわーマジで、うわーマジか。お、いいぞいいぞ、甲子園いけるなこれ。うん、フォークか。おお入ったかと思った。うわーマジか。あー危ねー、うわマジかよ。最後速球で決められた。まあまあ1本打ったんでよかったですね。危ね、1本打てなかったら完全に終わってましたね。1対0。よしよし、いいぞいいぞ。何、負けた。全国制覇を目指す僕たち暁大付属が今度弱小校に、で暁に勝ったと。で、甲子園ですね。で猪狩キャプテン率いる新チームの初めての大きな大会は、見事な成績で幕を閉じたと。春の甲子園か、全国大会でいいとこ見せられるように頑張れでござる。いいですね、頑張りましょう。つってデート行くか。遊園地ですね、ジェットコースター。あー人いっぱいか、どうしよっかな。舞ちゃん何苦手だっけな。ですね、動物ランドが苦手なのか、お化け屋敷と観覧車は良さそうですね。おお素晴らしい、いつまで寝てるんでい。お、これ友情イベント来るかな。お、来た。まあ手伝ってあげましょう。
で入れるか入れないかを、覚えてくださいと。忘れずに全部覚えてください。8問以上で正解でしたかね。それじゃあ左の家から、1、2、3、1、あーちょっと待って、1、6、7か。うん、であとは入れると OK です。先輩助かったっす。先輩が手伝ってくれなかったら間に合わなかったっす。助かったっす。ホムラちゃんみたいですね。よせやい、困った時はお互い様じゃないか。で友情が芽生えましたと。うん、つぶらやはですねちょっと特殊なんですよ、友情芽生え方が。で友情タッグが総力です。こんな感じ、かっこいい。いいね、やっぱつぶらやいいな。うん、でパワフル高校と。どうすかね、いいとこねえな。前打撃見せたんでね、まあ、足の速さでいっか。普通だけど、うん、普通だなみたいなこと言われた。じゃあデートで。で映画どうだろう、映画は、うん、微妙ですね。これだったら街行った方がいいかな。街行きましょう。街へ行こうよ、動物の森ですね。デラックスパフェ。うわ、結構でかいよ、それ。でも美味しいよ。ケーキも3つ乗ってるしね。どんなパフェだよ。舞ちゃんめっちゃ食いますね。あー、4% か。4% もダメですね。パワプロの 4% はもう 69% なんで。まあ、映画見て、そうですね。あんまり良くないですけど。で、ミスターベテラン。うん、これ普通ですね。筋力。肩も上げたいんでね。いつまで寝てるんでい。寝るに決まってるんでい。おー、いいね。いやー、つぶれいいね。やっぱ来てほしい時に来てくれる。まあ、家に帰りましょう。お、猪狩またお前3球勝負か。あ、こいつはストレートですね。おっしゃ弱すぎか。今回君の勝ちでいいよと。キーを思い出した。クソクソクソ、猪狩でもこれ以上確か強くなんなかった気がするんですよね。うん、走塁いいぞ。結構ハマってますね今回。そう、うわーすごいな。じゃあデートかな。うん、デートしましょう。え、2週間でも、あー、やらかしたな。待ちしかねえな。お、買い物があると。帰りにお茶をごる。ナイス、いいね。修学旅行でやんす。たっぷり遊ぶでやんす。よし、遊ぶでござる。わあ、海でござる。気持ちいいでやんす。で、たっぷり修学旅行満喫した。これで終わるっていうね、修学旅行。な、これだけかよっていう。イベント少な、みたいな。はい。いろいろやってるな。守備上げてほしいですね。打撃守備いいね。で、舞ちゃん。じゃーん。お、手編みのユニフォーム。うん、必ず。で、総力守備が上がった。でかい。寒いと思ったら雪だよ。おお。今日は帰りたくない。これはセロエでしょうかね。これ多分セロエじゃないですね。夜の闇へと消えて、弾道が道に迷った。何事もなく、お前何事もないって。ありえないですね。もう私が親父だったらこいつ殴りますね。お前何事もないってってクリスマスで。で、舞ちゃん。明けましておめでとう。混んでるね。うん。手。え？手つなごうか。うお。決してよましいこと考えているわけじゃなくて、はぐれるといけないから、もう一人称設定ないですよね、ここらへん。口調がもう同じだからな。途中何度か足を踏まれちゃった。まあ野球ですね。
もっと野球が上手くなりますようにと。で終わりと。なんもねんかいと。なんもねんかいっていう感じで終わりましたね。んー、じゃあデートで。あ、やっと遊園地行けますね。ジェットコースター。おー、いいね。うわー、濃いね、うまい。やべえな、これは。で、スローガンですね。これは、まあ、スピードがやっぱ入ってないとなんで、スピード&スピリットで。うわ、彼女のことで頭いっぱい。困るな、これ。まあ、街でいいかな。買い物。お、キーホルダー。で、二人で同じの買わないと。で、これですね。ちょっとめんどくさいんですよね。赤い小鳥のキーホルダーが一番良さそうですね。まあ、なので、赤い小鳥のキーホルダーでいきましょうかね。うん、赤い小鳥。いいセンス。で、たまに千丸がつきますと。おい、ちょっとお前、焼きやる気あんのかよ。あ、てか、そろそろ時間ですね。んじゃあ、で、遊園地でジェットコースター乗って、終わり。で、春の、選抜甲子園大会に選ばれたと。で、甲子園の切符を手に入れました。うん、って感じかな、とりあえずは。はい。まあ、オール B はいけるかな。ちょっと微妙なとこですけど。うん、まあ、なんとか技術と、あと、敏捷を貯めて、オール B は攻めていきたいかなという感じで、やっていこうかなと思います。はい。じゃあ、とりあえずこの辺で終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。それでは次回もお楽しみにしてください。それではお疲れ様でした。さよなら。